Welcome to Leader Hostel! イエーイ！ということでして、パシパシ続かんっていう、そう、続かんね、1本締めになっちゃいましたね。ということで今日は、水曜日ということで、はい、はい。なので今日、順平さんが、そうですね。いつも声だけの、はい。はい、住み込みスタッフやってる順平と言います。はい、お願いします。順平さんです。今日、はい、サンダから帰ってきていただいてっていう話はまあ、あれですけど。はい。水曜日はですね、日本の文化について、発信していこうと思っております。で、まあ、これは僕たちがこう知識をバーって話すんじゃなくて、まあ、僕らも知っていきながらそれを皆さんにこうお伝えするっていう形でしようと思っています。はい。で、まあ、なんで、まあ、今リンダのリンダチャンネル、日曜日から土曜日まで、ね、テーマを分けてやってるわけですけども、まあ、水曜日はなんで日本文化になったっていうのは、まあ、前の動画でお伝えしたんですけど、まあ、なんでじゃあこの曜日日本文化をピックアップしたのかっていうところと、まあ、今後どういうふうに発信していこうかっていう話をね、ちょっとお話ししようと思います、うん、はい。けどもそう、なんで日本文化になったのかっていういや、そこ気になるよね。そこ気になるそうだと思います、まあ、結構これ僕が入れたいって言って、まあ、僕が入れてというか、まあ、俊慶と僕が話し合って入れたいってなったんですけど、うん、まあ、僕の経験で言うと割と日本文化を知らないことで困ったこととか恥ずかしいことが結構過去にただあって、それは結構海外で僕が感じたことではあるんですけど、はいはい、例えばどんな時に、やっぱり、ね、海外の人とお話ししていて、まあ、日本人じゃないですか、うん、では日本ってこういう時どうするのとか、うん、日本って、まあ、この文化は、まあ、結構日本の文化結構知ってる方多いんで、うんうん、日本人としてどう思うのとか、はい、わびさびって何なんとか、侍って何なんとか、あ、ね、あるある、そういう話をこう聞かれる時に、うんうん、なんか結構なんとなく答えれるかもしれないんですけど、うん、なんかちゃんと答えれてない部分もあるし、言っててこれ正解なんかなって思うこともあって、うんうん、なんかまあなんとなくはそうなんやって言ってくれるんですけど、うんうん、まあ、なんかこれもっと伝えたいなと思うし、うんうん、なんかあんま知らんやんってなってる感じの今までもうんうん、なんか知らんことって結構恥ずかしいな、うんうん、日本人としてって、うんうん、それでなんか伝えれなかった時って、うんうん、なんかすごく悲しいな、確かにね、そう、うんうん、と思って、結構日本文化をまあそんなに深く知る必要はあるかどうかって言われたらまた別の話ですけど、うん、やっぱりこう伝えれるっていうのは結構大事かなと思ったんで、うんうん、そうで、まあ、いろんな人が集まるリンダホステル、いろんな国の人たちが集まるリンダホステルにしていきたいので、うん、まあ、結構いろんな人と話していくことで結構自分の文化を知っているっていうのが結構大事かなって思ったので、うんうん、そう、それをここでね、お伝えします。どうなんですか？いや、でもすごくいいと思ってて、まあ、リンダってこうね、ツアーとかアクティビティとかね、はい、イベントとかもすごくたくさんやってるし、こう外国人さんを連れてね、神社に行ったりとか、はい、まあ、お寺に行ったりとか、まあ、いろんなこう観光地に行ったりっていうこともすると思うんですけど、うん、その時にやっぱ説明できないとこう恥ずかしいし、そうですね、あとはなんかこう、なんていうんだろう、苦しい思いすごいなんか、ね、うんって、あ、これ言いたいのになみたいな、そう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 、あるよね。昔俺も神社に行った時に、しめ縄、あれか、ありますね、はい、あれがなんでついてるのって外国人に聞かれて、あー、確かによくわかんないです、みたいな、いや、わかんねーみたいな、まあ、新鮮っぽくなるからみたいな、そう、なんか予想でしか話せない、そう、なんか教えてもらったのは、あれ、結界の意味らしいよね、ここから神様の入り口ですよっていうのをちゃんと表すための縄らしいんだけど、その時は本当に知らなくて、でもう何も答えられなくて、確かにそうです、ね、I don't know しか出なかった、それめっちゃ恥ずかしい、ね、確かに、うん、確かにそうですよね。なので、まあ、結構純平さんはね、まあ、リンダのにいる人の中では結構知識豊富だとは思っているので、いやいやだから、まあ、一緒に情報収集しながら、そうですね、そういう話をして、で結構ね、日本文化は結構好きでご興味あるっていう、そうなんですよ、すごく好きで、まあ、大学時代に観光学部っていうところに、はいはい、まあ、結構珍しい学部なんですけど、ね、そこに行ってて、そこでこう日本文化を学ぶ授業があったんですよね、華道とか茶道とか、あとはこう日本語を学ぶ授業とかもあったりとか、あと伝統芸能とか、ね、そういうのを学ぶ学部があったんですけど、まあ、そこでめちゃくちゃ知識を得たかって言われると、まあ、本当に中途半端に違いなくて、まだまだこう深いところもあんまり知らないし、はい、浅いところが多いと。で、まあ、それをこう社会人になっていって、どん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 なんかいろんなことにこう興味が湧いてきて、歴史だったりだとか、でそれを知れば知るほど日本文化超面白い、はいはい、
日本っていう国やばみたいな感じにだんだんなってきて、はいはい、今もすごいこう学び続けてるっていう感じですね。だまだまだ全然浅いんですけど、いやでもこれからそうですね、こう得たい知識を一緒にね、そうですね、できればっていう話で、あの見てる皆さんと一緒にこう徐々にね、はい、学んでいけたらすごくいいなと思って、はいはい、ということで、まあ、今後はこのお二人で、そうですね、あのお話をしていこうと間違いない、ね、思いますので、はいはい、まあ、本当に最初は身近なところから、なんで、ね、今コロナで流行ってますけど、ね、なんで 手洗うのって、そうですね、日本人結構昔から当たり前だったり、確かに、まあ、それがコロナを感染拡大を抑えてるのかどうかって話もあったりもしますけど、まあ、本当にまあ身近なところからなくて、うん、そうですね、まあ、本当にオリンピックも来年あるので、はい、そのオリンピックの時にこういうこと話したらいいなとかも、あ、そうですね、確かにね、喋っていけたらすごくいいなと思いますし、まあ、身近なことでこう日本について知らないことって本当にたくさん、意外とそうですね、うん、あると思うので、はい、まずはそういうところから徐々に紹介していけたらいいなっていうね、いいですね、思ってますね。大和魂ですね。そうですね、大和魂、まあ、大和ってそのそれはもうね、確かに、なんで大和なんで、日本魂じゃないので、そう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 、確かに、まあね、そこをちょっと話していきたいな、まあ、そうですね、まあ、難しいのは結構諸説あるとかもあると思いますけど、まあ、そうですね、参考文献は結構紹介しながら、ね、そうですね、本とか、まあ、ウェブからこう、まあ、参考にしたページに関しても皆さんにこう紹介して、そうですね、皆さんもちゃんと見れるようにっていう形で紹介していければな、していきましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じで、そうですね、終わりましょうか。ちょっと一発目緊張してて肩が痛い、いやいや、いいです、いいです、大丈夫ですか、大丈夫ですね、来週からよくやっておきましょう。はい、では皆さんおやすみなさい、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。